こちら裏庭のイチゴです。もうなんか葉っぱがめちゃくちゃナメクジかなんかに食べられてなくなりました。で、実がねちょっとついてるんですけど、これ割り箸でね家族がなんだろう引っ張り上げてくれました。ちょっとねナメクジに食べられちゃうし、これから雨が降るんでね収穫しようと思います。ってことで取れるかな、あ無理かな。というわけで、ちっちゃいのも入れて5つ収穫しました。なんかこのちっちゃいのは先っちょにねナメクジがいるんですけど、指でつまもうとしたら入っちゃったんで水につけます。こんな感じですね、かわいい。はい、でこちらがキイチゴです。2日前ぐらいまでは一番右の赤い実を除いて、左の2つはね結構まあ色が薄くて全然食べ頃じゃなかったんですけど、この2日で急にね色づきました。鳥がね狙って食べに来てしまうので収穫したいと思います。はい、それ簡単に取れましたね。早速なんでねちょっとこの場でいただこうと思います。いただきます。香りがいい。ちょっとね他のもいくつか収穫しちゃおうかな。こんな感じですね。はい、というわけでね初めてのラズベリー収穫です。